日本が世界に誇るコンパクトオフローダー、スズキジムニージムニーシエラ購入ガイド122。スズキはジムニーとジムニーシエラをフルモデルチェンジし発売を開始した。ジムニーは20年ぶりのフルモデルチェンジとなり、このモデルで4代目となった。ジムニーとジムニーシエラは、クロスカントリー 4WD。ジムニーは軽自動車、ジムニーシエラは小型車となる。4代目新型スズキジムニー誕生。20年ぶりのフルモデルチェンジ。歴代スズキジムニーは、プロユースからレジャーユースまで、多くのユーザーが圧倒的な走破性の高さで選ばれてきたレルダ。こうした歴史を継承し、新型ジムニーも徹底して悪道走破性にこだわった。悪道走破性にこだわり続ける本格派。フルモデルチェンジでは、より悪道走破性を向上させるために、ラダーフレーム構造を継承。ラダーフレーム構造を持つ乗用車は、今時非常に珍しい。そのラダーフレームも大幅に進化。新設計となったラダーフレームは、XX メンバーと前後にクロスメンバーを加え、ねじり剛性を約 1.5 倍、先代モデル比も向上させている。よりタフネスさをアップした。乗り心地を改善。そして、車体とラダーフレームをつなぐボディマウントゴムを新設計。乗り心地が悪くなりがちなラダーフレーム構造だが、こうした改善により乗り心地が向上している。このラダーフレームに搭載されるエンジンは、もちろん縦置きの FR、のちりん駆動、レイアウト。エンジンをフロントタイヤより後方に配置し、厳しい悪道走行に有効な追衝外角度を確保している。エンジンは軽量化されたが、燃費性能にも物足りなさあり。新型ジムニーに搭載されるエンジンは、660の専用チューニングされたターボエンジンのみの設定。搭載されたのは R06A 型ターボエンジンで、出力は 64PS1度96NM。WLTC モード燃費はアットが 13.2L、MT で 16.2L 音となった。この R06A 型ターボエンジンは、仙台系 6A 型と比較すると重量でマイナス 4.8、全幅でマイナス60と小型で軽量になっている。新型ジムニーシエラには、新開発系 15B 型エンジンを搭載。出力は 102PS1度130NM をアウトプット。WLTC モード燃費は MT が 150L、AT が 13.6L。先代の M13A 型に比べると、重量でマイナス 14.3、前後23、全幅26。全長21と大幅に軽量でコンパクト化が図られた。新型ジムニーやジムニーシエラは
非常に過酷な環境で使われることが多い。信頼性や修理の利便性を考えると、なるべくシンプルなエンジンである方が望ましいの理解できる。ただ、そうしたプロユースだけでなく新型ジムニーにはレジャーや趣味で使う多くの顧客がいる。さすがに、こうした顧客に対して、この燃費性能では非常に物足りなさを感じる。特に、日本を含む先進国向けとしては、燃費性能をもっと引き上げなければ、CO2 排出量などの問題から、売ることさえ難しくなる。こうした先進国用には、マイルドハイブリッド機能をプラスするなど、作り分けが必要だ。特に、国内マーケットでは、潜在的なジムニーファンを取り込むことが難しくなる。本格派クロスカントリー 4WD なので、燃費が悪くてもいいというのは、これからの環境重視時代には通じない。悪道に強いリジットアクスル式サスを採用しながら、快適性も向上。新型ジムニーには、伝統の三輪駆リジットアクスル式が採用された。このサスペンションの特徴は、凹凸道で優れた接地性と大きな大地クリアランスを確保できることだ。さらに、堅牢な構造により、高い信頼性も得ている。また、確実なトラクション性能を得るため、電子制御のブレーキ LSD トラクションコントロールを全車に標準装備。4L 低速モード走行時、エンジントルクを落とすことなく、空転した車輪にだけブレーキをかけ、もう一方の車輪の駆動力を確保。高い走破性能を実現した。さらに、イージーに下りの悪道を走れるヒルディセントコントロールも標準装備した。悪道走行時の静粛性も改善。悪道走破性の向上だけでなく、快適性も向上している。悪道走行時のステアリングへのキックバックを低減し、高速走行時の振動を減少させるステアリングダンパーを新採用。旧遮音材の適正配置され、大幅に静粛性が引き上げられている。パートタイム 4WD を継続採用。ミッションは、機械式副変速気づきパートタイム 4WD を継続採用した。最近の 4WD には、オート機能があり、車両情報をコンピュータが自動で最適な駆動トルクを配分する。新型ジムニーにはオートという機能はない。路面状況に合わせて 2WD と 4WD をドライバーが任意で選択する。4WD、H4H、高速、4L、低速、のみモードの切り替え式。4L は、通常の約2倍の駆動力を発揮。急な土坂道や悪道の走破性を高める。洗練された武骨系デザイン。
新型ジムニーのデザインは、先代モデルと比べると、かなり洗練された印象が強い。専門家が愛用する、プロの道具をデザインコンセプトとした。ただ、歴代ジムニーのデザインアイコンは、しっかりと継承。デザインアイコンである丸型ヘッドランプ、5スロットグリル、クラムシェルボンネットフードなどが活かされている。新型ジムニーシエラのデザイン。新型ジムニーシエラは、基本的なデザインはジムニーと同じ。ボディサイズがやや大きいことがあり、力強く張り出したオーバーフェンダーとサイドアンダーガーニッシュがジムニーとの違いをアピール。ジムニーより迫力のあるスタイリングになった。ボディサイズは、先代モデルに対し車体全長を 50mm 短く、全幅を 45mm 広げ、取り回しの良さと高速走行時の安定性を実現している。インテリアデザインは操作性を重視。インテリアデザインも、オフロードなど過酷な環境下での運転のしやすさや各部の操作性にこだわり、機能性を重視した。水平基調のインパネデザインは、広さ感をアピールするだけでなく、視界の広さや車両の周囲が見やすいデザインになっている。また、シートも見直されている。光合成化、高強度化したフロントシートフレームを採用し、シートフレームの幅を 70mm、先代モデル比、拡大した。上下クッション性能の向上などにより、先代モデルと比べると、より乗り心地が良くなり、ゆったりと座れるシートになった。2室の容量、使い勝手も大幅進化。新型ジムニーの2室と使い勝手も大幅に進化した。大きな開口部と大容量の2室となった。2室フロアはフラットとなり、スペースを無駄なく活用できるようになっている。2室スペースは 352L を確保した。